1週間無料体験申し込み受付中。自習コンサルティングで君専用の勉強計画を全科目作成します。さらに精鋭講師陣の映像授業が見放題。申し込みは動画概要欄の URL をクリック。どっちも難しい。圧倒的にむずいです。はい、圧倒的にそういう風な意見もあります。はい、はい、いや絶対そうです。関東市内の受験情報を何でも発信します。早慶マーチラボ、学び泉の矢田です。奈良岡です。お願いします。お願いします、はい、本日のテーマは、早稲田大学 VS 慶応義塾大学入試英語の難易度対決でございます。はい、はい、どっちも難しい。いや難しいです、はい、難しいイメージがありますが、はい、ここはもう明確な回答があるっていう風に撮影前奈良岡先生ね言ってましたけども、はい、ズバリじゃあどちらの方が難しいと言えるでしょうか。あ、これは早稲田大学確定ですね。大学確定ですね。これ全学部そう言えますか。早稲田の方がむずいと、はい、全学部。いやまあランキングでつけた時にもちろんまあこっちよりこっちとかはありますけど、はい、まあそう、まあ、総合的に見たら、はい、まあ、早稲田、そうですね、慶応っていう感じですよね。そうですね、はい、という、形で今回の動画はここまでにしたいと思います。動画を見てくれてありがとうっていうところではなくてですねじゃ あ, まあここからですね、早稲田と慶応だったら早稲田の、学部の方が、難しい、英語が難しい、はい、ものが多いというところで各、早稲田と、はい、慶応の、まあ、傾向と対策を軽く触れて、はい、まあ、どういうふうに対策していかないといけないよっていうのを、あの特に、うん、今これあの3月中旬公開予定してますから、はい、新受験生に向けて、ちょっとお話ししていければなというふうに思います、はい、お願いします。やっぱりまず、早慶の中において基本的なところっていうのは、はい、まあ、例えば早稲田であれば、教育、はい、小あたり、はい、慶応の中で言えばやっぱり小学部、はい、慶応経済の長文ですね。まあ、ちょっと作文はむずいんですけども、はい、長文、はい、まあ、ここら辺のあたりですね。まあ、ここら辺はまあどっこい、まあ、ないしはまあ早稲田のがちょっと上かなっていう感じがするんですけれども、はい、そこが解けた段階でまあ早慶レベルになりますよ。まあ、ただやっぱり早稲田の方がまあ難しいかなっていう感じがしますね、はい、やっぱ語彙レベルも近年早稲田の教育とかかなりグーンと上がってますし、はい、まあ、一方で慶応の経済とかに関して、まあ、もちろん難しく形式変わってますけど2023は変わって難しくはなっているものの、うん、まあ、そこまで、早稲田ほど群を抜いて難しいというわけでもなく、はい、っていう感じなので、はい、やっぱりその一番基礎レベルにおいても早稲田の方が上かなっていう感じがします、はいはい、ちょっとあの、はい、前提いいですか。あ、はいはい、ごめんなさい、これ撮影が2024年の1月で、あ、そうです、はい、まだ2024の問題を我々見ずに全く見てません、はい、あの喋っておりますので、はい、もしかしたら今年傾向が新しく変わってね、はい、してるかもしれません、はい、それだけちょっとあのご注意ください。すいません、はいはい、早慶マーチを志望する受験生にお得なお知らせです。矢沢が出演する学びズムチャンネルでは全受験生が絶対に押さえておくべき受験情報、最新の参考書情報など幅広い受験情報を取り揃えています。3月には実際に合格した校の過去の勉強計画であったり全科目の参考書ルートを解説していきます。チャンネル登録は動画概要欄の URL からどうぞ。で、まあ、真ん中ら辺だと早稲田であれば文文化構想、はい、人科で、そこよりは確かに慶応の中で言うと、まあ、理工とかになると思うんですけど、理工とかの方が多分難しいのかなっていう気がするんですね、はい、正直、はい、なので中堅どころはもしかしたら慶応の方が上のところがあるかもしれない、うんうん、はい、っていうイメージは確かにあります、はい。まあ、やっぱり慶応の理工とか確かに難しい、ちょっと今年はというかまあ2023ですよね、はい、まあ、東大に寄せてきたりしましたし、はいはい、まあ、法に関してもいやまあ対策はあるんですけど、まあ、やっぱり難しい、はい、難語選択な、すごい難しい、はい、難語の難語、難しい語彙ですね、うん、あの難語、難単語、はい、そうです、難単語の推測だったりっていうのは対策はあるにせよ、まあ、確かに難しいとは思うので、中堅どころで言うと上かなっていう感じはするんですね。でただそのトップ層を見ると、いややっぱり絶対早稲田っていうふうに思っていて、はい、まあ当然早稲田のトップ層でいうと、まあ、社学と理工ですね、うん、で一応慶応の中でいうと、まあ、やっぱり SFC 薬になると思うんですけども、はい、まあ、薬はまあ確かにどっこいどっこいなところもあると思いますけど、はい、やっぱり、うん、SFC とかと比べても社学の方が圧倒的に難しいと思います、うん、はい、あの SFC に関してはやっぱりその
単語の選択空小獣とかでもあの前後で解ける問題が結構多いんですよ、うんうんうん、もちろん長いという難しさと、はい空小と内地いっぱい出てきて大変だってあるんですけども、はい、にしてもやっぱ社学の方は空小補充の中で、まあ、そんな直前直後で解けるものでもないですし、うんこういうのが入ると思ったとしても、まあ、選択肢がまあ異様にレベルが高い、うん、分かんねえってなって破滅する、うんはいまあ、あとは形式的に正誤判定とかが大変だとかっていうのもあるので、うんはい、日本で一番難しいですから正誤判定とかに関してはやっぱりちょっとそっちで言うと早稲田が上かなですね、まあ、理工もやっぱむずいですからね、はい、早稲田の理工いや難しいですよ、はいはい、難しいです、はい、なんか興味を持たせてますね、はい、いやまあ英文はむずいです、はい、やっぱり、はいはい、ただ得度は簡単だけどねやめときましょう、はい、いやあの合格点を取るという意味では正直解けちゃうとは思うんです、ねはい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 、まあ、ただやっぱ英文としてはむずいですし、うんうん、まあトップレベルに君臨するのだろうと思います、はい、いやしかも知的な、まあ、ある程度賢さがないと解けないので、はいはい、その意味で難しいは難しいとは思うので分かれば簡単だけど、はい、そうじゃないと確かに難しいので、まあ、トップレベルです、ね、そういう問題の方がこう面白いですよね。いやでも、はいあのまあ、先に言うと予備校講師も気づかないので、はいはいはい、やっぱ難しいんじゃないですか。まあまあまあ、まあはい、奈良岡先生的には理工より社学の方が、はい、圧倒的にむずいです、はい、圧倒的にそういう風な意見もあります、はいはいはい、いや絶対そうです絶対そうです、はい、社学の方が群を生んで難しい英語能力が社学の方が難しいですね。はいそうですそうですよね、はいまあ、知的側面の気づきという点においては確かに理工の方が難しい、はいとは思いますけれども、はい、英語っていうところで言うとやっぱり圧倒的に、うん、英文としては確かになんか理系的なものでむずい、まあ、むずいっていう、はい、単語的に意味わかんないとかあるんですけど、はい、まあ知的な点においては気づけば、ね、漢字です、はいはいはい、そうですね。今年もね総計バイブルマーチバイブル、はい、また多分依頼すると思うのでやばいです。2024年のやつもちゃんと、はい、全部はい、研究をお願いします。いやもちろんそれはやりますが、はいはい、それまだ今マナビズムの LINE 登録していただいたら総計バイブルマーチバイブルっていうのが無料でプレゼントされてるんですけど、それ書いたの奈良岡先生で、まあ、2023年までの問題を解いて、分析してるわけですよね。で2024年も、それまた新しく更新、していくんでちょっと、いつになるかっていうのは分からないんですけど、最新情報を、知りたいという方は必ず LINE 登録してその最新情報を、待っておくようにしてください。登録の方は動画の概要欄の URL もしくは、固定コメントの URL、タップしていただけたらそちらから登録していただけたらそのプレゼントもらえますので、よろしくお願いします。はい、はいそれでは今回の動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。動画を見てくれてありがとう。マナビズムの公式 LINE では早慶マーチの各大学の傾向と対策がわかる早慶バイブルマーチバイブルっていうのをプレゼントしています。早慶マーチ志望の方は概要欄の URL からぜひ LINE 登録をお願いします。